第一に識者が挙げられます新たな権力を握った男性で台頭する資本家,あの,資本家のエリートです具体的に挙げると三井財閥の指導者増田隆造船王川崎正造東武鉄道の経営者根塚一郎木伊藤 原富太郎三越呉服店の理事高橋義雄などと含ま,含めら含まれます近代化しつ,しつつあった日本のこのリーダーたちはちょうど桃山,桃山時代の武士たちのように自らかあの権力を握ることがを正当化するために以前の支配者たちの 文化的な慣習を取り入れたのです。あ三井の増田しが言うには、茶は私の道楽の一つである。信長、秀吉のごとき、ご決でさえ、この道に染み,込んで染み込んでは面白くてあのやめられなかったんです。元気、天正以来のご決は、 みなこの道をた,た,たしなんでたものであるこの背後には何があったのでしょうか過去と同様に一面には実用主義があります茶室は関係構築のための場所として役立ちました茶室はビジネスネットワークを広げ 公認の手配までも確かなものにしました。指揮者は大きな茶会を開きましたがそれは大使会のようなものでした。大使会には時の権力者が出席し大々的に新聞で報道されました。彼らはそうした目的のため私有地についてもあの茶室を を立てましたこうしたネットワークを広げる機会というのは全く小さいな問題ではありません。銀行、倒産、宝石、電力、武器取引に関わっていた三の財閥は1914年まで日本の国際貿易の3分の1以上を扱っていました。 企業において上り詰めるにはどうすればいいのでしょうか一人の,あの社員が言ったように意欲のある事業幹部は誰でもお茶の湯について無知では,ではいられないいらら,いらられないのですしかし美的なものは先行投資でもありましたこうした男性たちが みんな床にあのひ,ざひ,ひざまつぎお互いにお茶をたてますしかし彼らの本当の関心は有名な茶道具について目利きことにあ,あるのです足利義満信長 秀吉のような昔の権力者たちがあの所,有所有した作品を彼らは探し求めましたそしてその作品を所有し使用し見せばらかす際には彼らは自らを偉大な人物をめぐる国家的な物語の中に組み込んでいったのです これは先に取り,あの取り上げた松田武の引用にも反省されています。その結果として、茶,系あの茶関係の商品市場は高騰しましたあの。あのにとって茶道具を保存し提示することは日本の芸術が優れていることを称賛し、 外国人のバヤやの手に貴重な品が渡るのを防ぐ愛国,的愛国的な義務でありました。こうして豊かさを代々的に示すことは議論を引き起こ,起こさなかったわけではありません。竹やネタルのように 茶の湯と国家と統治を同一視し茶の湯が国民道徳の中で最も重要な地位を占めており日本人の魂とあの国民の知性を高まることができると主張する者,あの者たちもいましたしかし他の識者はこれにいいと いとなました三越の高橋義雄は高谷常太郎に答えて以下のようにあの聞きましたあ<の>近頃あの政権には茶の湯ということにばかばかしくもったいをつけてあの道徳の教訓と結びつけおらが茶の湯はそんなものではない茶の湯は本来趣味である 趣味としてのおあのを楽しめばそれそれで俺は俺らはあの俺は満足する。お茶は本来趣味の世界であり、あの真真摯の権威のある意味というだけではなく、立派な日本人の趣味でもあるのです。 この反論はあることを伝えています。それはお茶の世界で別の2相手の対等を招きます。それは女性です。